ミドルウェアはコンピュータの分野でコンピュータの基本的な制御を行うオペレーティングシステムと各業務処理を行うアプリケーションソフトウェアとの中間に入るソフトウェアのこと。通常はオペレーティングシステムの機能の拡張あるいはアプリケーションソフトウェアの汎用的な機能を集めたものである。アプリケーションソフトウェアはミドルウェアに要求を出すとミドルウェアが オペレーティングシステムに必要な要求を出し、結果をアプリケーションソフトウェアに返す。あるいは、ミドルウェア自体が、各アプリケーションソフトウェアの起動、停止、監視などを含めた制御を行う。代表的なミドルウェアには、データベース管理システムや、トランザクションモニターなどがある。また別の意味として、ジャンゴ、ララベル、アスプ、ネットコアなど、Web フレームワークの一部において、 HTTP リクエストからコントローラーに至るまで、およびコントローラーから HTTP レスポンスを返すまでの共通処理を、相上に追加する概念である。アプリケーションプログラムが動作するにあたり、ネットワーク上の他サーバーやデータベースとのやり取りなど、普遍的で面倒な手続きを要するものがある。これらとのやり取りの手順や管理を、その種別単位にまとめ、 一つの機能管理パッケージソフトウェアとしてまとめたものがミドルウェアである。企業システムや社会インフラシステムなどのエンタープライズ領域のシステム構築では分散されたソフトウェアやアプリケーションソフトウェア間のデータのやり取りなどを司る。ミドルウェアとしてはそれぞれの管理分野の専用ソフトウェアが用いられることが多い。カスタマイズの幅も大きく それぞれのシステム特性に合わせた最適化設定が必要となっている。最近のシステム構築においては、オペレーティングシステムとこのミドルウェアをシステムプラットフォームとして一つの管理単位として定義し、専用のエンジニア、IT コンサルタントに設計構築を依頼することが多い。1960年代後半には IMS などのデータベース管理システムや、 トランザクションモニターが登場した。これらは主にメインフレームやミニコンピュータを中心に発達し、特に重要な機関業務の性能、信頼性確保などのために使用された。1990年代にダウンサイジングの潮流により、分散システムを中心としたシステムが普及すると、ミドルウェアの使用も一般化した。特にユニックスや Windows などの OS は標準では、 ごく単純なファイルシステムや管理権限設定しか持っていないことや標準化の潮流もあり、ミドルウェアを併用したシステム構築が普及した。システムによって必要とされる機能が異なるため、より少ないリソースで動作させるために、OS の基本機能のほかに、機能ごとにオプションとなっている製品が商品化されている。Web フレームワークが HTTP リクエストを受け取り、 個々の処理に到達する前に共通処理を実現したい場合がある。これを実現する仕組みのうち以下の2点を備えるものをミドルウェアと呼ぶ。個々の処理に到達するまでと個々の処理から返却する過程の両方で一体である。ミドルウェア自身は層の概念であり重ねることができる似た概念としてフィルターと命名されることの多い概念があるが、フィルターの場合は ここの処理に到達するまでしか考慮されていないことが多い。この故障は少なくとも、ジャンゴ1.0の時点で存在しており、ララベル5.0、アスプ、ネットコア1.0でも採用された。ありがとうございます。